ヘンリー軍はアメリカ合衆国ジョージア州の中央部に位置する軍である。2010年国勢調査での人口は20万3922人であり、2000年の11万9341人から70.9%増加した。人口では州内第8位、人口増加率では国内第10位である。軍庁所在地はマクドナウ市であり、同軍で 人口最大の都市はストックブリッジ市である。ヘンリー軍はアトランタ大都市圏に属している。ハンプトン市にはアトランタモータースピードウェイがある。ヘンリー軍は1821年にジョージア州議会により設立された。領域は第一次インディアンスプリングス条約によりクリーク族インディアンから譲渡されたものだった。当初の領域は現在よりも広く。 南のインディアンスプリングス近くから北のサンディスプリングスに近いチャタフーチー川まで広がっていた。現在のアトランタ大都市圏の領域にほぼ匹敵するものだった。設立から1年も経たないうちにリカーブ軍、フルトン軍、ファイエット軍、ニュートン軍の全体あるいは部分が分離され領域は小さくなった。さらに後にクレイトン軍、スポルディング軍、ロックデール軍、 バッツ軍にも領域を分けた。軍ができた頃は、クリーク族から譲渡されたままの未開の荒野だった。1821年以前は、クリーク族や罠漁師、公益業者などが住んでいただけだった。クリーク族はいくつかの地名を残し、また現在の軍領域に散らばる小さなインディアンマウンドがあり、矢尻や土器の破片などが見つかっている。ジョン・ジョンソンの息子かつ、 アメリカ合衆国大統領リンドン・ウィー・ジョンソンの祖、祖父にあたるジェシー・ジョンソンが、軍内初の開拓者だった。裕福な農園主であり、保安官、判事を務めた後、アラバマ州に移住した。アメリカ合衆国国勢調査局によれば、軍域全面積は324.48平方マイルであり、このうち陸地322.71平方マイル。 水域は1.77平方マイルで、水域率は0.55%である。週間高速道路アメリカ国道ジョージア修道以下は2000年の国勢調査による人口統計データである。ヘンリー軍の公共教育は、ヘンリー軍教育システムが管轄している。小学校29校、中学校11校、高校9校のほか、オールターナティブスクールが2校ある。 私立学校もキリスト教系の学校が6校ある。マーサー大学はマクドナウ市にある地域学術センターである。2003年に開設され、ティフト教育カレッジからの継続学習や専門研究の強化を教えている。ヘンリー軍の AM ラジオ局 WKKP はクラシックのカントリーミュージックを放送している。ヘンリー群では公共、教育、 政府に関わるケーブルテレビがいくつかあり、チャーターコミュニケーションズのシステムで利用できる。パブリックアクセスのケーブルテレビは2局ある。一つは、サザンクレセントブロードキャスティングであり、j にプロダクションズが所有、運営している。2004年に開局し、ヘンリー、ラマー、バッツ各軍に地元ニュース、事業情報、娯楽を流している。これまで、テリー賞を6回受賞してきた。 ヘンリー・デイリー・ヘラルドが、ヘンリー軍の公的機関であり、週6日発刊されている。1874年の発刊であり、ローレンスビルに本拠を置く、サザンコミュニティニュースペーパーズが所有している。ありがとうございます。